1分間日本史、今回のテーマは将軍が変わるときは要注意。江戸時代って会社経営学の基礎が詰まってるって言うんですよ。どういうことかっていうと、江戸時代に徳川の将軍ってもうすぐに辞めちゃうんだよね。徳川家康は将軍職を辞めて子供の秀忠を将軍にし、自らは大御所の立場となって将軍になった秀忠を指導する立場に当たる。これっていうのは会社の社長が自分の子供に会社を譲って会長の立場から社長がちゃんと会社経営できるかっていうのを指導するっていうのとよく似ているよね。そういうことを考えると将軍が変わるタイミングって多くの大名が領地を奪われる改易処分になっちゃうことが多いんですよね。なぜならば自分の凄さを見せつけたいんですよね、新しい将軍っていうのは。ということを考えると会社にいてね、社長が変わったタイミングなんかは気をつけないといけませんよ。新しい社長っていうのはこれまでの社長の派閥のものを一掃する危険性がありますので、やり玉にあげられないようにしなければいけません。こういうことを歴史から学ぶことができるんです。